マレー・ロスバードは、アメリカ合衆国の経済学者、歴史学者、政治哲学者、オーストリア学派の経済学者であり、アメリカ合衆国のリバタリアニズムの形として、無政府資本主義と名付けた自由市場無政府主義の理論体系を提唱したことで知られる。著書は20冊を超え、アメリカ合衆国のリバタリアニズム運動の中心的、重要人物とみなされている。 マレー・ロスバードは自発的秩序、自由市場による通貨供給、中央集権的な計画経済の球団など、オーストリア学派の概念を構築した。ロスバードは社会や経済に対する政府の強制的な管理の廃止を提唱した。彼は政府の独占的な権力は自由や長期的な民衆の福祉に対する最大の脅威であり、国家は 組織化された大規模な集奪組織であらゆる社会の中で最も非道徳的で貪欲で破れんな人間の生息地であるとみなした。ロスバードは独占的な政府が供給するすべてのサービスは民間部門によってより効果的に供給できると結論付けた。彼は表面上は公共の利益を表明する規制や法律の多くは 政府の官僚システムによる自己利益のための権力獲得で自由な個人の確立への危険に結びついており市場による価格決定メカニズムに従っていないとみなした彼はもし政府によるサービスが民間部門の競争により供給されれば市場原理が政府によるサービスに含まれる非効率を除去すると断言したロスバードは同様に 国家コーポラティズムに対しても政府の独占権力に決着した経済的エリートが法律や規制を自分たちに利益を与え彼らの競合するライバルには損失を与えるために利用していると非難した。ロスバードは超税とは大規模で強制的な泥棒であり武力の強制的な独占は競争による供給者からのより効率的で自主的な防衛。 司法サービスの供給を禁止していると論じた。彼はまた国家が出資する形の独占的な俯瞰紙幣システムにおける中央銀行や連邦準備制度は合法化された財政的な恐怖であり、リバタリアニズムの原則や倫理とは正反対であると考えた。彼は外交分野では軍事的、政治的、経済的な干渉主義に反対した。 1983年ニューヨーク市でのリバタリアン等の代表者大会でのロスバード・ロスバードは1982年の著作自由の倫理学ではすべての人間に適用される唯一の共通原則である道徳規範として完全な自治の権利を主張し著作普遍的倫理ではそれは人間の生来の最善である自然法であると主張した ロスバードは1950年代に自分を、生来のアナキストとみなし、以後は、無政府資本主義者との用語を使用した。彼は、資本主義は、アナキズムの完全な表出であり、アナキズムは、資本主義の完全な表出であると記した。彼の無政府資本主義モデルでは、防衛機関のシステムは自由市場で競争し、消費者が選択する防衛サービスや、司法サービスを自主的に提供する。 無政府資本主義とは国家による武力の独占の終了を意味する。ロスバードは政府の独占的権力による通貨の保障と流通は本質的に有害で非倫理的と信じた。彼は過度の信用拡大は必然的に資本資源の誤配分を招いて維持不能なバブル経済の引き金となり最終的には強行となるとする。 ルートビヒフォンミーゼスやフリードリヒハイエクの景気循環に関するオーストリア理論を受け継いだ。そのため彼は俯瞰紙幣システムにおける中央銀行や連邦準備制度を制度化された着服で本質的な詐欺であり合法化された偽造紙幣と呼んで強く反対した。彼は市民が金を日常的な通貨として使用することを政府が強制的に禁止していることを 誰も脱出できない法的に強制されたポンジスキームであると特徴づけた。ロスバードはランドルフ。1964年には嘆かわしいアメリカ帝国。彼はアメリカ帝国主義を嫌い。1967年の CIA が支援したジェゲバラ殺害を彼の敵は我々の敵と主張して祝辞や嘆きを寄せた。ロスバードは1973年のインタビューで リバタリアンの外交政策における彼の見解をリバタリアンの立場は一般に国家権力を可能な限り最小化してゼロにすることであり外交における孤立主義は国家権力を削り取るという国内的課題の完全な表出であると論じた彼はさらにアメリカが衆国のすべての種類の軍事的干渉や政治的経済的干渉の自制を求めた著作 新しい自由のためにでは以下を記した。純粋なリバタリアンの世界では、特定の領域を強制的に独占する国家や政府は存在しないため、外交政策は存在しないであろう。著作、自由の倫理学で、ロスバードは、実地と契約の条件には、子供の権利を考慮していくつかの衝突する課題があるとした。この課題には、女性の中絶の権利、 国家が両親に強制する子供の扶養義務など重要な健康上の問題が含まれている。彼は女性が中絶を行う権利を自分の体への絶対的な権利として強く支持した。一方で子供もまた両親から逃走する権利があり、それが選択可能なように可能な限り迅速に新しい守護者を探し出す権利があるとした。また、 成人が行えば犯罪とはみなされない行為で子供が強制委員に投獄されていること、裁判の際に成人と同等の権利がないことを批判した。1974年、ロスバードは書籍、自然に反抗する平等主義と他の論文で、平等は物事の自然の秩序ではなく、法律を除いてすべての人をすべての面で平等に扱うという十字軍は、 破滅的な結果となることが確実であると記した。ありがとうございます。